こんにちは、平畑フットボールクラブでございます。まあいろいろこう J2 のね、お話をずっとさせてもらっております。まあこのペースで、まあできるだけまあ一節まあレビュープレビューをこう続けていこうかなと、思っておりまして、まあ1ヶ月単位ぐらいで、まあその月のベストイレブン、ひらちゃんが選ぶベストイレブン、もしくはひらちゃんと指揮者、まあ、指揮者って言っても、まあ、多分ツッチーになると思いますけどで、なんかちょっとベストイレブンを選んだり MVP を選んだりしてみようかなとちょっと考えてます。で、MVP に選ばれた選手には、その時点でもうすぐクラブに電話して、サイズを聞いて、この平畑フットボール、あのオンラインサロンの平畑フットボールクラブで作ってます、この平畑フットボールクラブシャツを勝手にプレゼントしようかなと、ちょっと考えてます。で、まあそれを続けていって、まあまだ分からないですよ、先の話ですけど、シーズン終わった時にあの J リーグ、J2 アウォーズ、勝手に開催しようかなと、思ってますんで、まあそこまで行ったら楽しいかなということで、まあ、まずは今回は、7節のプレビューに、7節のプレビューを、行ってみたいと思います。まあ、10分コンパクトにして、お届けしたいと思いますので、じゃあお付き合い願います。スタート。さあということで、J2 第7節、7月の25日に9試合、7月の26日日曜日は2試合、あるということになります。今節面白い、まあいつもどの節も面白いですけど、今節何が面白いかと言いますと、結構まあまだ7節でね、順位はそんなにこう関係ないじゃ関係ないかもしれませんけども、かなり順位の近い者同士の、対決があるのでかなり面白いかなと思ってます。そして、J2 は、シーズンとして42節ということで、この節が終われば6分の1が終わるということで、まあ、まあ言っても6分の1やないかという考えもありますし、あ、もう6分の1もいってんのかという考えもありますけども、結構一区切りにはなるかなと、思います。かなりこの注目カードが多いんですけど、この中で、やっぱりこう1位長崎対、3位京都サンガ FC、7月の25日の19時キックオフ、これはもう今節一番注目のカードになると、思います。ビハーレン長崎は、今シーズンまだ負けなしでございますね。6試合やって失点が4、京都サンガ FC もまだ、1敗ですね。3勝2分け1敗、6試合、行って失点が3、この3連戦、少し前3連戦ありましたけども、共に2勝1分けで、両チームとも複数失点ありませんということで、ここまでのシーズン、充実ぶり出てるかなという感じがします。で、まあ、6試合終わったところですけども、得点者見ますとすごくチームの特徴が出てるなという感じがしますね。ビハーレン長崎はここまでトータルで10得点取ってます。で、複数得点2点以上取っているのが富樫啓満選手2点、カイオセザール選手が2点で、あと、亀川選手、フレイレ選手、ルアン選手、マイクマ選手、大竹選手、ビクトル・イバルボ選手のこの6人が1点、これで計10点です。で、京都サンガ FC の得点者、得点王、今、得点ランキング1位のピーター・ウタカ選手5点、野田選手2点、この2人、これかなり特徴的というか、いろんな選手が点を取る長崎と、前線2人、ピーター・ウタカ選手と野田選手が取る京都というところで、これまでのそのチームの戦い方がここに出てるかなというところで、まあ、こう打ち合いになるような展開にはならないと思いますけども、結構、ゴール前のシーンも多くてスリリングなシーンも多くなって、でもギリギリの戦いというかなり面白いゲーム、90分間緊張感が続くような、そんなゲームになるかな。今節はもうこのまず、長崎京都に注目していただきたいと思いますね。そして、5位岩田と、4位徳島、これもいいんじゃないですか。
こちらは、この3連戦ありましたけど、共に2勝1敗、勝ち点6を、得た、ゲットしたチーム同士の対決ですけども、ジュビロ磐田の方は、何やら報道によりますと、ディフェンスラインの大井健太郎選手が復帰するんじゃないかというような情報も入っております。まあ、もちろんそのプレー面もそうですし、やっぱり精神的支柱という部分ではこの選手の復帰は相当大きいかなという感じがします。そして、徳島ヴォルティスの方は6試合で得点が14、これは、新潟と並んでトップというところで、まあ、多分徳島は、まあ、アウェー戦ですけどもいつも通りアグレッシブに行くと思いますんで、そこを磐田がこう受けて立つのか、いや磐田もこうどんどん、アグレッシブに行くのか、その大井健太郎選手、そして前線この前のゲームではあのルリーニャ選手とミキ選手になってましたけども、メンバー構成もどうなっていくのかというところも含めて、ジュビロ磐田対徳島ヴォルティス、これも非常に楽しみなゲームだと思います。2位大宮、これは、松本とのゲームですけども、大宮4連勝ときましたけども、2連敗、まあ、2連敗ともに 0-1 での負けですけども、松本相手にどういう戦いを見せていくのか、まあ、守備面ではもちろん全然問題ない、まあ、失点3、これは京都と並んで、まあ、一番失点が少ないチームであるわけですけども、いかにこう得点を取る中で、多分前の前線の組み合わせとかも変わっていくのかもしれませんけども、大宮やはりホームでこれは勝っておきたいゲームになると思いますね。まあ、松本もそれほどこう得点がめちゃくちゃ多いというチームでもありませんから、ちょっとこうロースコアなゲームになる可能性もありますが、大宮松本も非常に注目のゲームかなという感じがいたします。さあ、そしてちょっと順番に見ていきましょう。上から、東京ヴェルディ対山形、ヴェルディは2連勝中でございますね。まあ、ちょっとこう前節の千葉戦など見てもヴェルディらしさが出てきておりますので、展開的にはヴェルディのがボールを持つ時間は長くなるのかなという感じがしますけども、山形はそこをいかにこう耐えて、まあ、それだけボールを動かすということはスペースも空いてるわけですから、取った時にチャンスになる可能性、山形に十分ありと私は見ております。さあ、そして甲府対千葉でございますね。甲府前節大宮に1対0、で勝利しておりますが、千葉も、まあ、6試合で4失点と失点は非常に少ないで、千葉シーズン始まりまして、勝ち負け勝ち負け勝ち負けと、なっておりまして、順番的には今節勝ちの順番でございますけども、どうなることや。これ千葉は多分戦い方それほど変わらないと思うんで、このゲーム的には甲府の出方次第かなという感じがいたしますね。そして、8位新潟と11位水戸、共にこの3連戦は1勝2分けで、まあ、負けはありませんでしたというところで、このまた新潟がホームで、でもね、やっぱホームの後押しを受けるとね、どうしてもこう行きたくなるようなところですけども、でも水戸も前節4点取ってますから、これでもしかしたらまたこう打ち合うような展開になる可能性も含めて、これも楽しみな、順位も近いですから、楽しみでございますね。愛媛対琉球、愛媛が19位、琉球はまだ、今シーズン勝利がありません。共にスタイルはこういうサッカー目指しましょうというスタイルはありますから、多分スタイルのぶつかり合いになると思いますんで、結構あの点も入る可能性もあるかなという感じがいたしますが、愛媛もちょっとここ3連敗しておりますので、ちょっと立て直したいかなという感じがいたします。そして、福岡と岡山、これも結構面白いと思うんですけど、福岡、2連勝でございます。この2連勝岩田、徳島と、破っております。1対0で勝ってきているというところで、福岡も守備がしっかりとしてきて、なんとか1点取って勝利するというところ、岡山も戦い方はもうきっちりとした戦いをしますから、これもう1点勝負かなという感じの試合になってくる可能性もありますが、まあ、福岡はこの波に乗って3連勝を決めたいところでもあります。さあ、そして、ギラバンツ北九州とレノハ山口 FC、これね、かなり僕はすごく楽しみなゲームで、どっちもアグレッシブ。北九州も本当にアグレッシブなんで、自分たちのいいところ、こう、相手の
いいところを潰しに行くというよりも、北九州も自分たちのいいところ、山口も自分たちのいいところをこう出し合うような、そんな展開になるんじゃないかなというところで、結構ゴールシーンもたくさん期待できたりするのかなと、そんな感じがいたしております。そして、4月の26日日曜日、2試合ですね、群馬対金沢ということで、群馬は、シーズンまだここ1勝というところですが、ホームでなんとか勝利したい。そして強源金沢は、前節栃木に、勝利というところで、今節もその前節のようなハードワークを見せながら、また前線ルカオ選手のパワーが、群馬がそのルカオ選手含めてあの金沢の威力を抑えられるのかというところも注目していきたいと思います。そして、最後は FC 町田ゼルビアと栃木 SC でございますね。町田シーズン負けがなかったんですけども、前節水戸に0対4で、敗れております。ちょっと守備がかなり崩れたという部分で、多分守備をもう一度立て直してくるんじゃないかなと。そういう意味では栃木もそういう守備という部分でかなりこういいもの持ってますから、結構局面バチバチになるんじゃないかなと。この試合、これ僕もそこも好きなんで、バチバチ対決も好きなんですけど、結構局面は激しい。選手たちの声、そして、ベンチの声にも、注目していただきたい。FC 町田対 FC 町田ゼルビア対栃木 市、まあ、今節は順位が近い者同士の対決なので、かなりギリギリの戦いが繰り広げられる、J2 第7節お楽しみにしていただきたいと思います。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。